イバン・ロドリゲス、イバン・ロドリゲス・トーレス、アイボン・ロドリゲス・トレス、1971年11月30日隊は、プエルトリコ、出身の元プロ野球選手、保守。右投げ右打ち。ニックネームは、パッチ、プッチ、ズングリムックリした体型へのい、アイロット。1990年代以降のメジャーリーグを代表する保守の一人、 保守として2427試合出場、ゴールドグラブ賞受賞13回は歴代最多の記録である。長男のデレック・ロドリゲスはに投手として MLB でデビューした。アマチュアの野球選手だった父親の影響もあり、幼い頃から野球一筋だった。少年時代は投手も務めており、後にメジャーでもチームメイトとなるフアン・ゴンザレスと同じリトルリーに所属していた。 当時は直球だけでノーヒットノーランを達成するほどの豪速球を投げていたという。その後、父親の勧めで保守に転向、保守としてもその強権と打撃で注目を集めるようになる。16歳の時にドラフト外でテキサスレンジャーズと契約。当時はスペイン語しか話せなかったが、英語を上達させ、それと共に成績を残せるようになった。 6月20日のホワイトソックス戦で19歳でメジャーデビュー。ケビン・ブラウンとバッテリーを組み、盗塁を試みた、奏者二人とも刺すなど、デビュー戦から強権ぶりを発揮。MLB 史上最も若い星として一躍注目を浴びた。相手のホワイトソックスの星は元祖、パッチのカールトン・フィスクであった。また、この日は自身の結婚式が予定されていたが、突然、 メジャー昇格の知らせを聞き、婚約者を連れて、救助入り、ロドリゲスはそのままスタメンに名前を連ねるという、ハプニングもあ。翌6月21日には、当時44歳で、メジャー最年長投手だったノーラン・ライアンとバッテリーを組み、19歳で、メジャー最年少保守のロドリゲスとの25、最差バッテリーとしてこちらも、話題横こだ。デビュー1年目から随所に、 強権強打を発揮し、新人王の投票数は4位だった。その後は、メジャー屈指の保守として君臨、リーグ最年少の選手となり、1991年は、リーグ2位、オールスターに初出場し、インゴ10年連続出場した。ゴールドグラブ賞を初受賞インゴ10年連続受賞。1994年から6年連続で、シルバースラッガー賞を受賞した、打率。 303を記録以後8年連続打率3割を達成。2は1930年にミッキー・カクレーンが記録した保守のシーズン最多であった42二塁打を更新する44二塁打を記録し、639打数も保守としての MLB 新記録となった。ロドリネス放出の可能性があったため、球団は7月29日にを獲得。しかし、 その2日後の7月31日に5年総額4200万ドルで契約延長。そのため、レイリッツは移籍後保守としての出場は11試合にとどまり、シーズン終了後にボストンレッドソックスへ放出した。ロドリゲスはこの年、打率313.20本塁打と自己最高の成績を収めている。当時チームには、同郷のフアンゴンザレスも在籍しており、 二人を中心としてチームは1996年と3度の地区優勝を果たした。1997年にゴンザレスがウィンターリーグで故障したため、球団から出場を禁止されたが、反発し出場した。は5月9日まで打率4割を維持し、その後も首位打者争いをしたが、シーズン終盤に失速し最終的にリーグ8位の321に終わった。 1942年のアーニー・ロンバルディ以来となる、保守としての首位打者とはならなかった。2打率、332.35本塁が、113打点、25盗塁という成績を残し、アメリカンリーグ MVP を受賞した。2は91試合を出場した時点で打率、347.27本塁が、83打点と前年を上回る成績を残していたが、 7月24日のエンゼルス戦で投類を刺そうとした際に、右手親指を打者のバットに当ててし、故障者リスト入りでシーズンを終えることとなった。2001年にはアレックス・ロドリゲスがチームに加入し、アイ・ロッドという愛称は同じくロドリゲスという姓であるアレックスのアイ・エイ・ロッドと共にこの頃付けられたリーグ優勝への期待が高まったが、逆にチームは低迷。 都自身も故障が続き、好成績は残すもののシーズンを通して出場することができなかった。FA を取得し、フロリダ・マーリンズに移籍。若い選手が多い中で、ベテランとしてチームをまとめ、ワイルドカード獲得の原動力となった。プレーオフ1回戦のサンフランシスコジャイアンツ戦では、2勝1敗で、迎えた第4戦での9回をもって、1点差に迫られた場面で、 ヒットで生還しようとした JT スノーに吹っ飛ばされながらもホームを死守。チームもこのまま逃げ切りリーグ優勝決定戦に駒を進めた。シカゴカブスとのナショナルリーグ優勝決定戦を4勝3敗と僅差で制し、自身も2本類打、10打点という活躍で MVP を獲得した。ワールドシリーズではニューヨークヤンキースを4勝2敗で下し、メジャー13年目にして、 悲願のチャンピオンリングを手に入れ、2月2日に4年契約でデトロイトタイガースに移籍、移籍1年目に打率、334.19本塁打、86打点と高成績を残し、3年ぶりにゴールドグラブ賞を受賞。は、オールスターゲーム前日に行われた本塁打競争でボビー・アブレイユに次ぐ2位となったが、レギュラーシーズンは打率。 276.14本類が50打点と低迷、出類率もデビュー以来となる3割を切ることとなった。同年には、ホセカンセコンが出版した筋肉増強剤のアナボリックステロイドの使用に関する暴露本、禁断の肉体改造において、ラファエル・パルメーロ、フアン・ゴンザレスと共に、1992年にカンセコからステロイド剤を紹介され、 使用していたと名指しされたが、本人は一切のステロイド剤の使用を否定していい。なお、ロドリゲスと一緒に、関セコからステロイド剤を紹介されたとされるパルメーロと、ゴンザレスも、暴露本出版当時は、ステロイド使用を否定していたが、前者はその後薬物検査で陽性反応を示し、ミッチェル報告書にも記載された。校舎も、ミッチェル報告書に記載されている。 開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。シーズンでは打率を3割に乗せ、チームのリーグ優勝に貢献し、若い投手の力を引き出し固い守りを評価され、2年ぶりにゴールドグラブ賞を受賞。一方で、メジャー16年目にして、初めて保守の他一類、二類の守備につき、 一塁では55イニングと63度の、二塁では2イニングの出場と一度の守備機会をそれぞれ記録した。は、保守に専念し、129試合に出場。保守として出場したのは127試合。2年連続となる13度目のゴールドグラブ賞を獲得したものの、投類阻止率は自己最低となる30.9%、打撃も制裁を欠いた。また、 7月3日のインディアンス戦で、ボブ・ブーン、2225試合、カールトン・フィスク、2226試合、ゲイリー・カーター、2056試合に続き、史上4人目となる星として2000試合出場を達成。チームも序盤は、校長を維持したものの終盤で失速、ヤンキースにワイルドカードを奪われ、プレーオフ進出はならなかった。オフの10月9日に球団が、 年俸戦3 0 0万ドルのオプションを行使し、の残留が決まった。7月30日に、カイル・ファー・ンズワースとの交換トレードで、ニューヨーク・ヤンキースに移籍した。怪我で離脱したホルヘ・ポサダの穴埋めとして獲得されたが、ホセ・モリーナラとの併用がほとんどで、大打機用も多かった。オフにフリーエージェントとなった。開幕前の3月に開催された第2回。 WBC のプエルトリコ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。同大会では、決勝トーナメント進出を逃したが、攻守にわたって活躍し、大会の保守部門で、ベストナインに選出された。3月20日にヒューストンアストロズと、年俸150万ドル出来高150万ドルの1年契約を結んだ。6月17日に保守としての2227試合に、 出場し、カールトン・フィスクのメジャー記録を更新。8月18日に、マイナーに選手との交換で、テキサス・レンジャーズへ復帰。デビット・マーフィーに代わり、かつてつけていた背番号7番を得た。同年は、保守として、MLB 史上第1位の13,910、視察を記録。レンジャーズとの年俸調停を辞退し、フリーエージェントを選択した。 12月11日に2年600万ドルの契約で、ワシントンナショナルズへ移籍。5月24日より背中を痛めたため、故障者リスト入りしていたが、6月8日に2009年の MLB ドラフト1位投手であるスティーブン・ストラスバーグのデビュー戦に当たり復帰。ストラスバーグの7者連続を含む14奪三振の高頭に、試合後、この坊やは大したもんだと簡単のコメントを寄せた。 は、FA のままシーズンを迎えたが、4月23日に、古巣の本拠地、レンジャーズボールパークで引退を正式に表明。同日引退セレモニーが行われた。2月、レンジャーズの GM 特別補佐に就任。1月18日、資格を得て1年目で、アメリカ野球電動入り。電動入りのロゴチームはレンジャーズを選択したが、レンジャーズの選手としての電動入りは、 ノーラン・ライアン以来、球団史上二人目で、さらに保守で有資格一年前での伝堂入りは、のジョニー・ベンチ以来、史上二人目である。また、伝堂入りを記念し古ス・レンジャーズは、ロドリゲスの在籍時の背番号、7を永久欠番に指定した。保守としての出場を2427試合、通算では2543試合は、史上最多。同じく保守として、 最多のゴールドグラブ賞13回を受賞しており、名保守、ジョニー・ベンチの再来と言われる。テキサス・レンジャーズ時代の監督だったジョニー・オーツは、ベンチは強権だったが、彼ほど正確ではなかった。ブーンは正確だったが、彼ほど強権ではなかった。つまり私が見てきた中で、最高の強権保守は、ロドリゲスだとしている。シルバースラッガー賞7回、通算打率も、 296に及び、保守として記録した2749アンダ通算2844アンダ1290打点、通算1332打点は、いずれも歴代最多であり、304本類が、通算311本は、マイク・ピアッツァに続く数字である。どちらかといえば、ラインドライブで、外野手の間を抜く打者で、宇宙間へ、 パワーのある打球を放つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。